コーチを務める少年野球チーム入ってキャッチャー守りながら4番務めてチームは優勝小学校4年生の時母が病気にかかって入院お医者さんに言われた言葉は余命宣告わずか2ヶ月練習を終えて母のお見舞い病院向かったそこで母に言われたプロ野球選手になりなさい母との約束を守るために父と練習打ち込んだ高校一年生の時からレギュラー勝ち取って大学リーグでも打ちまくった打率3割3分4期連続全国大会に出て日本代表キャプテンそして迎えたドラフト会議阪神4位指名梅野